皆さんこんにちは。今日は駒込に来てます。それで行ってきます。今日は雨が降ったり止んだりしています。駒込はほぼほぼ初めてなので全く分かりません。いつも通り行き当たりばったりで回っていきたいと思います。あ、六義園がある駅ですね。行ったことないですが。とりあえず田端方面に歩いていきたいと思います。駅のホームがよく見えますね。まもなく2番線に池袋新宿方面行きが参ります。危ないですから黄色い点字のつまでお下がりください。電車が来ました。見えますでしょうか。僕は電車オタクではないんですが、電車はすごく面白いものだと思います。電車オタクの人の気持ちはすごくよくわかりますね。商店街ですね。レバニラ炒め食べたくなってきました。電車は文化としてはとても面白い、興味深いものだと思うんですけど、人が多いのでね、乗るのはあんまり好きじゃないんですよね。だから歩いちゃうんですけど。僕は歩くのが好きなので、本当によく歩いてるんですが、皆さんはどうでしょうか？普段、長く歩くことってありますかね？海外の皆さんはどうでしょう？歩くのは本当にすごく体にいいので、おすすめです。体にもいいし、頭にもいいんですよね。すごく脳みそが活性化されると言いますか。ランナーズハイってありますけど、それが歩くことにもあって、長い時間歩いてると、すごく脳みそが気持ちよくなる瞬間があります。それはなんか多分、アドレナリンとかドーパミンとか、正確にはわかりませんが、興奮物質が脳みその中で出てるんだと思います。あとは歩いてるとすごく前向きになれたり、新しいアイデアが浮かんだり、いろんなことに意欲的になったりするんですよね。前向きに生きれるようになるっていうか、すごくいろんなことに対してやる気が出てくるようになります。だから本当に歩くことって体にはもちろんいいと思うんですけど、すごく頭にもいいと思うんで、皆さんもよかったら少しずつでも散歩をしてみてください。ただ、怪我などしないように、自分のできる範囲で無理せずに行っていただければと思います。そろそろ終わりにしましょうかね。それでは皆さん良い一日を。バイバーイ。